独特の苦みが特徴のゴーヤー。この苦みを程よく生かすのがポイント。いろいろな調理法で楽しみましょう。ゴーヤーの苦み癖になるわね。あかねもそう？あら、翔太は苦手なの？翔太はまだ小さいから仕方ないわ。ゴーヤーと豚肉のおかか醤油。あえるだけの簡単レシピよ。ゴーヤーはまず縦半分に切り、スプーンで種とワタを取ります。続いて6ミリほどに切り、塩を振って全体にまぶしましょう。塩がついたまま鍋に入れ、2分ほど茹でます。取り出したらざるに広げて冷ましておきましょう。次に豚肉を1枚ずつ広げて入れます。色が変わったら取り出し、ざるにあげて冷ましておきます。ボウルにゴーヤーと豚肉を入れ、醤油とだしを加えて混ぜます。最後に削り節を加え、さっと和えたら完成よ。夏にぴったりのさっぱりおかず。材料はゴーヤー、豚ロース肉、削り節。だしの代わりに水を使ってもいいわよ。ビギナビー。新鮮なゴーヤーの選び方と残った時の保存方法です。選ぶときは全体に緑色が濃く、表面のイボが密集しているものを。イボが潰れていたり黒ずみの多いものは避けた方がいいわね。続いて保存方法。半分を使うときは横に切る方が切り口が小さくて鮮度を保ちやすいわよ。切り口が空気に触れないようラップで包み、野菜室で保存してね。あら、たくさん食べてるじゃない。人生もゴーヤーのように苦いもんだって。翔太、男前ね。2品目は食べ応えのある天ぷらよ。ゴーヤーは先ほどと同じようにまず種とワタを取ります。続いて5センチの長さに切り、縦に 1.5 センチ幅に切りましょう。内側から切ると形が揃いやすいわよ。青じそは縦半分に、梅干しは種を取って叩きましょう。豚肉に青じそをのせ、味にムラが出ないよう梅肉を横に薄く塗り広げます。最後にゴーヤーを手前にのせて巻きましょう。次は衣。ボウルに小麦粉と冷水を入れてさっくりと混ぜます。粉っぽさが残るくらいがいいわよ。フライパンにサラダ油を2センチの深さまで注ぎ、中火で170度に熱します。1個ずつ衣を絡めて油に入れましょう。全部入れると温度が下がるので、半分ずつね。時々返しながら、薄いきつね色になるまで揚げましょう。油を切って器に盛り、レモンを添えたら完成。材料はゴーヤー、豚肉、青じそ、梅干し、レモン。衣は小麦粉と冷水です。豚肉はロースや肩ロース、ももなど好みの部位でいいわよ。